いただきます。と、パンケーキこと、岸井亮太と申します。皆さん、E3 見ましたか？本当にやばかった、マジで。見ましたか？またね、GG ボーイズが、ワールドチャンピオンシップかな？2連覇ということで、本当におめでとうございます。で、来ました。アップデート情報、最新情報来ました。ま、多分冒頭でちょっと映像を流したと思うんですけど、最後にして、最大のフェス、史上最大のフェス、開催されるということで、7月18日から7月21日まで、4日間かな、開催されるということで、フェスのお題、なんと、秘めた飯田ではなく、どっちの世界を望む混沌対秩序ってことで、いや、みんな誰しもが秘めた飯田だと思ってたよね。僕もそう思ってた。で、このお題、おそらくなんですけど、スプラトゥーン3につながるお題になると思う。この、フェスね、勝った方の世界で、プレイすることになるんじゃないかな、スプラトゥーン3は。ヒーローモードかもしんないけど、ヒーローモードは。スプラトゥーンの、初代スプラトゥーンの時は、姫対飯田で、ホタルちゃん対アオリちゃんでやって、ホタルちゃんが勝ったため、アオリちゃんが、タコに連れ去られるっていう、ストーリーになっていったんですけど、多分今回のフェスも3に繋がってて、この、混沌が勝てば混沌の世界に、秩序が勝てば平和の世界になるんじゃないかな、スプラトゥーン3の方は、っていう僕の考察なんですけど。で、今回のフェス、このフェスでは、新しいミステリーゾーンに加えて、今までのミステリーゾーンが、変わる変わる出るってことで、おそらく、多分普通のステージは出ないのかな？一般のステージは出ずに、もうずっとミステリーゾーンをプレイすることができるっていう感じじゃないですかね。と思います。で、それにフェスに合わせて新しいギアも登場するんですけど、いやー、もうちょっと胸いっぱいでちょっと話づらくなってきたわ。息上がってきた。で、フェス、そのフェスが終わった後、バージョン 5.0 の配信が決定していて、そのフェスで、なんと、今までのミステリーゾーン、僕の考察通り、今までのミステリーゾーンが全部遊べるようになるみたいですね。プライベートマッチで。しかも、なんて言うんだろうな、縄張りバトル、カッコフェスっていうモードがプライベートマッチにできるらしくて、その、ミステリーゾーンが遊べるだけじゃなくて、普通のステージも夜のステージで遊ぶことができるということでね、フェス仕様のプライベートマッチを楽しむことができるそうです。まあ、僕配信者なんで、その、フェス限定プライベート、参加型プライベートマッチとかね、やってみるの面白いかもしれないですよね。いや、ちょっともう胸いっぱいすぎて多くは語れないんですけど、もうね、本当に任天堂マジでありがとうって感じだ。で、残念ながらそれ以外のフェス以外の情報は出ずに、スプラトゥーン3に関する情報もまだ出てないんですけど、甲子園はね、第5回甲子園は開催するそうですって書いてた。なんかニコニコの党会議の公式が、第5回甲子園決定って書いてたんだけど、まだ解禁前の情報だったからか、追消ししてた。おい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 って思ってたけど、まあまあまあ、第5回甲子園も開催するということでね、もしかしたらまた僕も参加してるかもしれないので、また参加してたら、僕が参加してたら応援してもらえたらなと思います。それでは、ガチマッチやっていきますか。ほい、それではちょっつる鉱山ガチホコバトルやっていきましょう。多分ね、みんなね、今チャンピオンシップ見た後だから多分ね、クローズを見た
ヤンキーみたいになってる。クローズ見た後にヤンキー状態になってる。クローズ見た後のヤンキーは、もうね、俺もやったるぞっつって、めっちゃ喧嘩したがるから。知らんけど。知らんけど。ヤンキーの皆さん、そんな悪気はないんで、僕に喧嘩吹っかけないでください。ごめんなさい。話し。これ取りに行くのがめんどくさいんだ。いやー、やれねえか。うわ、まあやって奪われて落とされていく。前で当たっとこう。これは、うわ、同じ方向くんのかよ。ハイプレ貯めたいな、ハイプレ貯めたいな。さて、人が来ている。このハイプレ打つタイミング迷うな。マジかー、ごめん。おっと、これはまずいのでは。いけるかい、藤原千佳。いけるかい、ラブ探偵。いけるか。ナイス。どんな問題もラブ探偵千佳が解決するわめちゃくちゃめちゃくちゃ音痴だった今。ほら、削ってるぞ。はい、僕のハイプレの方が強かった。ポッ、なんで、あんなミリのさ、あんなミリのインクで足取られるの。足腰弱すぎるよ、僕のイカちゃん。踏ん張って持ってはい。うわー、なんかここ。めちゃくちゃ味方のトラップ置いてる。僕も置いてる。一回帰って、はい、2枚やり。これトラップは全部防がれた感じか。塗ってあげよう。やって、ダイナモだけだと。ダイナモ逃げてるね。詰めてけー、前に出ていけー、ハイプレー。風はしっかり塗って大きいの。残り30秒か。これハイプレ置いといた方がいいかもな。さあ、ラストハイプレー。ナイス？ナイス
というわけで、今回は、ラストフェス、開催決定という動画でした。いや、完全に姫ちゃんと飯田ちゃんだと思ったけどね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。いや、マジで楽しみだな。